Lifestyles of people living in Japan. お部屋何個あるんですか? The room. ここがさやかさんの農園ってことですか? はい。Work. 収入は? 今まではずっとゼロ。ゼロ? Money. Do you find any surprise or do you relate yourself? We will be with Ken. Let's go find out about life in Japan together.Leaps home at 8 in the morning. It was a late start compared to usual mornings. She needs to leap home while still dark, especially for harvesting season. Gets into car. Bought this used car for a million yen. She loves it. It can go through narrow roads and carry loads of stuff. Must have car for a farmer.She lives in a town called Odawara. Surrounded by ocean and mountain, it takes 45 minutes by bullet train from Tokyo. And we are with her today. Let me introduce Sayaka, 24 years old, owner of the farm. She was dreaming to become a farmer when she was still a student. After finishing 2 years of training, opened her farm 3 months ago.Sayaka doesn't have enough earnings to hire someone yet, so does everything by herself. She's going to harvest some fruits today. Her first harvest since opening the farm. She's growing lemon and Japanese orange, mikan. Sayaka is renting this farm for free from her friend. She promised to pay the rent when the business gets underway.Each lemon has its own drama. Sayaka just loves them. But she cannot be melancholic with each one of them. She has endless tasks. Next, harvesting mikan. They are still sour. Decided to harvest them a little later. In between harvesting, cultivates the land. With a chainsaw,She cuts down trees in the wasteland. The chainsaw is not working. Generation of asking Mr. Google for a quick answer when in trouble. There are troubles like this every day. Sayaka is working hard every day to get her farm on track. What kind of place does she live and what kind of lifestyle does she have? Ken visited her.どうもこんにちは。こんにちは。ご職業は？農家です。今日は何でもお部屋を紹介していただけるということで、はい、楽しみにしております。じゃあ行きましょう。はい。 They headed to Sayaka's home after work by her car. Let's start the room tour. どうぞ。はい、失礼します。あ、こちらがさやかさんのお部屋ですか？はい、そうです。まずこれお部屋何個あるんですか？お部屋2個。2個。はい。友達が来たら、うん、ここでおしゃべりしたりする部屋です。さっぱりしてていいですね。シンプルに。うん、本当はまた物を増やしたいんですけどね。やっぱこたついいですよね。めっちゃいいですね。うん。あ、結構植物置いてあるんですね。これは植物じゃなくて盆栽で、なんかクラフト盆栽って言って、うん、なんか針金とかシリコンとかそういうもので作ってあるレモンの木を、あ、これは、はい、観葉植物屋さんでいいなと思って買った植物で。うん、これでお水をあげてます。あ、この観葉植物にね、はい、でこのハサミで切ってます。あ、家でもやっぱりちょっと農業的なことやっていくんだ。そうですね、家でレモンの木を枯らしちゃったことでも職業は、はレモン農家。レモン農家てが、うん、まあベッドで寝たりとか、うん、ここで仕事をしたり、寝室兼、はい、仕事部屋みたいな。そうです。これなんか昇降式でこうやって立ってこうやりながら、うん、これ見ながらこうやってって。で、そっちの戸棚が小物置き場。小物置き場、これはタイのお土産で、うん、アロマ付きのしおり。しおり。これはアクセサリー置き場、うん、香水、ボディクリームと、うん、本当さっぱりしてる部屋だなで、こっちのテーブルの上には、テーブルの上にはティッシュとスピーカーと、スピーカー、これでいつも音楽聴いてるんですか？そうです。
好きな音楽は最近は K-POP、 その中でもルセラフィム。ルセラフィム好きです。そしてベッド、メガネ女子なんですね。そうなんです。普段はコンタクトで。あ、普段コンタクトなんだ。なのですごい雰囲気全然変わる急にアニメのキャラみたいになっちゃう。目悪いんで目がちっちゃくなっちゃう、うん、任天堂スイッチを常に枕元に。スイッチ今何ソフトやってるんですか。動物の森やってます。動物の森ってどんなゲームですか。無人島に行って、うん、果物を植えたりとかゲームの中でも果物を植えてるんですね。そうです。桃とかさくらんぼとかみかんとか。ゲームぐらいは農業から離れたいなっていう気持ちもないんですかスイッチだけじゃなくてスマホゲームでも小麦とかトマト育てたり生活費ってどのぐらいなんですか。まず家賃と、まあ、水道光熱費で7万くらいなのと、うん、食費で3万くらい。3万くらいと、うん、インターネット代が、うん、携帯代とかが1万5千とか、うん、1ヶ月どのぐらいで生活費できてるんですか。15万とかなんですかね、多分。農家をやろうと思ったきっかけは、もともと大学4年生の時に知り合いが農業用ドローン研究をしてて、で、ま、車の運転手として手伝ってた時に、うん、なんか農家さんもやるようになって、その時にすごくいいなって思ったのがきっかけです、うん。どういう経歴で農家になったんですか。まあ、大学卒業してすぐに、まあ、縁のあった農家さんのところに研修生として入って、うん、で2年間修行した後に独立したっていう感じです。あの農園はいつからやってるんですか。今年の夏からもう3ヶ月とかですね。あ、3ヶ月、はい、1年経ってないってことですか。そうですね、経ってないです。じゃあ農家としての収入は、まあ、私が育ててる果物の収穫期がちょうど今からなので、うんうんうん、もう今まではずっとゼロ。ゼロ、何ヶ月間ゼロ、はい、ゼロで。じゃあそのさっき言った生活費の15万ってどうやって捻出してるんですか。まあ、副業で。副業はちなみに何やってるんですか。まあ、リモートで SNS とかマーケティング関連のお仕事をしたりとか、うん、お酒作りに興味があるので、うん、酒造で働いてます。へえ、あ、酒造で、はい、どうですか収穫の取れ高っていうか。思ってたより大きい実がなってくれて嬉しいです、うん。15万って言ったらレモン何個売んなきゃいけないですか。1個100円なので、うん、たくさん売らなきゃいけない。たくさん売らなきゃいけないですよね、はい。ちなみに今恋人いるんですか。います。つけてどのぐらいなんですか。まあでも最近くらい、最近付き合った。まだ付き合ってばっかりで。そうですね。農園と同じぐらい。農園と同じぐらい、確かに。へえ。農園をやってることに対して、はい、恋人はなんかは応援してくれてます、うん。あ、恋人は何やってる方なんですか。なんか IT 系のお仕事。 IT 系の仕事、はい、また全然逆なんですね。そうですね。デジタルとアナログでね、はい。農家としての目標とかってあるんですか。目標は、うん、自分の作った果物でいろんな加工品を作ることが目標で。加工品っていうとどんなものがあるんですか。例えばお酒を作ったりしたい。あ、なるほどですね。いろいろ考えてるんですね。悩み中です。悩み中I cannot wait to see her farm with full of fruits and people. Check her daily life on her socials. 今日は本当ありがとうございました。なんもないですけどいや、でもこれがすごくいいこだわりだったと思いますよ。本当ですか。うん。 We'll see you in the next video. はい、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございました。